ヤコブ・ファン・エイクを記念した歩道の石板、ユトレヒト。ヨンカヘール・ヤコブ・ファン・エイクは、オランダの貴族、音楽家。共和国時代の17世紀オランダにおいて、カリオン奏者、オルガニスト、リコーダーのビル・トゥオーソ、作曲家として、最も有名な音楽家であった。彼は、金の鋳造と調律の専門家であり、ヘモニー兄弟に、カリオンの調律法を教えた。 1644年にヘモニー兄弟が調律されたカリオンを最初に鋳造した際に現代につながるカリオンの調律を開発した人物として兄弟と共に名が残されている。北ブラバント州の小さな町フースデンの貴族の家に生まれたファンエイクは生まれながらに盲目であった。1625年に実家を離れ、ユトレヒトのドムトウのカリオンの監督となった。 ルネデカルトやイサーク・ベイクマンをはじめ、当時の科学者たちは、音響、鋳造、調律についてのファンエイクの知識を称賛し、多くのカリオン奏者たちが彼の下で学ぶために、ユトレヒトへやってきた。ファンエイクは、ユトレヒトで没した。ヤコブ・ファンエイクは、笛の楽園の作曲者である。この作品集の編集版は、1644年、1646年。 1649年、1654年、1656年に出版された。笛の楽園は140曲ほどの戦律を集めた大変大規模な曲集であり、それぞれの曲にはソプラノリコーダーによる独奏のための数多くの縮小や変奏が付けられている。そこに現れる主題には民謡、部曲、教会音楽、詩編 当時の流行曲などが含まれている。変奏曲の中には、熟達したリコーダー奏者にとっても、難曲というべきものも含まれている。笛の楽園は、ヨーロッパ音楽の歴史における間、楽器独奏曲集としては、最大規模のものであり、他人が書き起こしたわけではなく、一人の作曲家自身によって書かれた曲集としては、他に類を見ない規模のものである。ありがとうございます。